充電するか、音楽か。まあ悩ましいですね。あの、人生の選択みたいですよ。こっちを取るか、あっちを取るか。まあ、重たい話だったらいいですけど、たかだかスマホで音楽を聴く。これで充電するか音楽か。悩ましいですね。それ、この時に嬉しいもの。バセウスから提供を受けた、こちら。これ使えば、音楽聴きながら充電できます。まあ、何かこれ。こちら。こう、稲妻マークついてますね。ライトニングコネクターに接続。それとこれいらないですね。このアダプターのイヤホンジャックに接続。これで音楽聴けますね。普通に聴ける。充電するとき、ここの稲妻マーク。稲妻マークのところにケーブル接続。これで音楽聴きながら充電できますね。もう悩みないですね。人生の選択。音楽を取るか充電を取るか。両方取れちゃいますよ。これで人生の悩み、一つ解決ですよね。よかったじゃないですか。あとこちらのいいところ。Bluetooth がついてない車に乗ってる人。AUX 入力しかない人。そういう人も嬉しいですね。このヘッドホン、イヤホンの代わりに、ここに車の AUX 入力と接続します。これでスマホの音楽、車で楽しめますね。もちろん充電も同時にできる。車に乗ったらこれを挿すだけで OK ですからね。これも嬉しいところ。まあ、あと、車に Bluetooth がついてても、まあ、あまり車とペアリングしたくない。そういう人もいるはず。あと他には、もう車はローテク。車にラジオすらついてないよ。そういう人も、このアダプターと、あと、アンプとかスピーカーつければ、スマホの音楽、車で楽しめますね。まあ、自作する人、これがあれば、まあ、いろいろな応用、広がるんじゃないかなと思いますね。というか、ヘッドホンつけて喋ってると、こもるな。結構このヘッドホン、密閉式ですからね。充電と音楽聴くのを両立させたい。そういう人は、ぜひ、この分岐のアダプター、手に入れてみてください。残念ながら通話はできなかったです。音楽を聴くことだけですね。そこは注意点です。ということで、バイバイ。